さあ、それでは早速両チームのメンバーをご紹介してまいります。まずホームのザス爆殺群馬です。7月の26日に松本からの移籍が発表になった鈴木邦友がいきなり先発起用です。ゴールキーパーは串引き、最終ラインは岡本、城は旗尾、小島、ボランチには細貝と岩上、右に風間がいて天笠が左、平松と鈴木が2トップです。そしてコロナの陽性者がたくさん出ておりまして、やりくりが大変なヴァンフォーレ甲府、ゴールキーパーは岡西、今シーズンの初出場です。3バックは右に浦上、センターに42歳の山本、3番のレナトビスキ、山田と長谷川が中央にいて右に荒木、左には小林です。宮崎と鳥海、そしてワントップはブルーのパライワです。鈴木のポストプレーからもう一度細貝、鈴木、今度は岩上、左に振っていきます。さあ左サイドを打開してくるか、クロスが入ってファーサイド、ここに岡本を追い返してシュート、これはポストオフサイド、旗も上がっている。いや、渡辺さん、オフサイドではありました、クロスも逆サイドで、この思いっきり足を伸ばすんですけど、これがいい折り返しになりましたね。風間もあまりにもいいボール、マイナスのボール、変化をつけて天笠、横パスつないで細貝、今度また中央、これはダイレクト、ヘディングシュート、先制出す爆殺群馬。前半の15分コーナーキックの後の流れの中でデザインされたプレー、ここで一つ短く使った後もう一本横入れるんですね。でまた横に入れて、このタイミングで背後を取ろうとしたんですけども、岩上がもう少し柔らかいボールで狙ったのか、しかし速いボールでしたけど、よく反応しましたね、ヘディングででしたね。平松修が最後は、平松であり奥村というツートップがもう本当自分たちの自陣半分ぐらいでプレッシャーいってますもん、はい、さあ長谷川だ、長谷川のシュート、後ろ向きでボールを受けてから巧みなコントでした、はい、限られたスペースの中でやっぱり反転する技術、この辺の技術は見事ですね。変化をつけさせないように今18番の鳥海が中間ポジションを取っていますが、さあ低いボール、ニアサイド、コースを変えて押し込めるか、ここはゴールキーパー先ほどのリプレイ、いや外を回っていく荒木、その荒木を使う、荒木中央に入れた、サビのボール、ウィスキー、今度は小林、折り返したボール、ファーサイド、どうだ、宮崎のヘディング、しびきが下がりました。いや、失速したようにも見えるんですよ、でフラフラっと上がったボールですが、落下地点を予測して高いヘディングでしたね。右足で蹴るとゴールに近づいてくるから、ここは変化をつけてきました。ショートコーナーダイレクトで折り返したボールはニアサイド、クロスバーを叩く、まだある、はい、このクロスパライバですかね、ヘディングはパライバですね、ブルーのパライバのヘディングです。まあ、前半にもあった、追いつけるか、しのぐか群馬、勝てば2試合連続のクリーンシート、さらには2連勝ということになります。中に入れてきたボール、水平、82分途中出場、ヴァンフォーレ甲府9番の三平和志、今シーズンの4ゴール目。いや、早いタイミングでのクロスでしたけれども、ディフェンスとディフェンスの間、まあ、背後から来るようなボールですね、これもね、ヘディングとしては。しかし、まあ、当てる強さといい、飛んだコースも完璧でしたね。いや、いいゴールでした。ここはセットプレー、蹴るのは風間幸輝、遠いサイドに送っていきます。
折り返すことができるか。ゴール前、小島だ、小島こおか。今アディショナルタイム5分を回りました。ファーへのボール、おっとゴールキック。さあ時間がまだあるか。今もよくしびきが触りました。真夏の死闘は1対1ドロー決着。ザスパクサツ群馬対ヴァンフォーレ甲府1対1で試合終了です。